さてそれではガンバの今日のスタートのメンバーです。ゴールキーパーは一森、ディフェンスは半田長谷、今日は江川がスタメン、左に黒川です。ボランチはダワンと鈴木のコンビです。右に山下、トップ下に今日は宇佐美を予想しています。左にウェルト、そしてワントップでイッサム・ジェバリです。一方の町田、前節から4人メンバーを変えてきました。ゴールキーパーは谷、ディフェンスは右に望月、センタードレシェビッチと庄司、左に林、宇野と先頭のダブルボランチ、右に荒木、左に平川、そしてミッチェル・デュークとエリキです。味方が上がるのを待って長いボールを蹴ります。荒木がターゲットでしたが、これを跳ね返したガンバ、そしてウェルトン抜ける、深いところへ持ち込みました。そしてゴール前に入れましたが、ジェバリ、宇佐美が走っていました。ウェルトン、ここは望月がつきますが、残した、前田トーバスからジェバリ、決定的でしたが、これもよく防ぎました町田。中谷からのロングボール、これが足元入った。ウェルトン横パス、宇佐美、宇佐美のパスからウェルトン、ウェルトン先制ゴールはガンバ、押しているこの立ち上がりの時間帯で先制ゴールを決めました。ホームのガンバ大阪、まずは上位直接対決、3位のガンバ先制。宇佐美選手少しトラップミスをしたんですけれども、これウェルトン選手を生かすパス、そして中にジェバリ選手がいることで、ウェルトン選手がクロスを上げるかシュートを上げるか、谷選手もこれ迷ったと思うんですけれども、このウェルトン選手のシュートしっかりニアサイドを抜いてゴール取り切りましたよね。さあここはワンチャンス作れるか、望月が攻め上がる、かわした、かわしてクロスを入れる、触った一森、平川、平川のクロス、ヘディング、最後はミッチェル・デューク、186センチありますミッチェル・デューク、まあ、中にジェバリがいることでやはりディフェンス、ここはかわした、かわして右足で入れる、谷セーブ、黒川の右足です。いいシュートですね、はい、林からもう一度平川、さあドリブルでいくか、体を合わせる、平川と半田、これは半田にイエローカードです。先頭スペースを狙います、半田がここで対応、ちょっと交錯をしましたが、あ、いいカードを持っている、そして半田に2枚目、半田退場、イエローカード2枚目で半田退場。先制しているガンバ、退場者が出てしまいました。さあここで林がタオルを持ち出してしっかりとボールを拭きます。林のロングスローです。林入れます、後ろからシュート、ドレシェビッチ、ヘディング、押し込んだミッチェル・デューク、追いつきました。町田1対1、ここでしっかりと自分たちの良さを出す、そしてここで庄司選手落ち着いてましたよね。ドルシビッチ選手のところしっかり見て、ドルシビッチ選手も流し込もうとしたところ、まあ、しっかりと体を張ったんですけど、デューク選手の目の前にボールを転がってきてしっかりと流し込めるデューク選手のこの技術も素晴らしいですね。ドルシビッチです。ロングスローからこのプレイヤーのキック、そしてミッチェル・デュークのヘディングシュート、藤尾、これは笛が鳴った、すかさず岡部主審は PK の判定、真ん中に決めました。
8ゴール目は勝ち越しの逆転の PK。 1対2 FC 町田ゼルビア PK で勝ち越しのゴール。後半から出場藤尾が冷静に決めました。1対2です。前を向こうという藤尾です。チャンスになる、シュート、一森カットインからシュート、もう1点追加しました。先頭のゴール。開幕戦は退場、悔しい戦いになった先頭が今日はスタメンでゴールを決めました。1対3。ここで一度打ち切らずに松田選手と談話選手をかわすことで、もうコースしっかりと見えてましたよね。まあ、技術の高いシュートだと思いますね。パガラの黒川のクロスボール入ってきた、中谷です。中谷、そしてネタラビー、ゴール前バウンドするシュートを放ちました。ネタラビー、アディショナルタイムは6分です。松田、さあもうワンチャンス作れるか、ガンバゴール前に入りますがゴールラインを割ります。そしてここで長い笛が吹かれました。1対3、首位の町田首位をキープしました。 FC 町田ゼルビア1対3で3位のガンバ大阪を破って首位をキープ。